ガガーリンは、ロシアのスモレンスク州北東部にある都市。バズザ川を経てボルガ川に注ぐ小さい川、グジャチ川に沿う。州都スモレンスクからは北東へ239キロメートルで、モスクワスモレンスクミンスク間の鉄道が通る。人口は2002年全ロシア国勢調査で28,789人。元は、グジャーツクという地名であったが、この付近にある。 苦しの村で生まれた人類最初の宇宙飛行士ユーリーガガーリンにちなみ、1968年に現在の地名へ変更された。元の地名であるグジャーツクはこの地を流れるグジャチ川にちなんでいる。18世紀初頭、ピョートル一世がネバ川川口に新たな首都サンクトペテルブルクを作った際、モスクワなどロシアの古い町々があるボルガ川水系と、 ネバ川水系とを結ぶため、両水系が接近するグジャチ川付近に運河を作ることになった。1715年にグジャチ川に水陸の結接点を設ける直例が発せられ、1718年には三橋などの建設が始まり、同時にグジャーツ区の集落も生まれた。1720年代には、グジャーツ区は川船の荷物を積み替える重要な港になり、 工場も多数立地し始めた。1776年2月22日には、グジャーツクは死の地位を得た。グジャーツクが死となって間もなく、中央政府により、新古典主義的な都市計画が立てられ、港の周りに新古典主義建築が立ち並び始めた。18世紀末まで建築ラッシュは続き、グジャーツクは、当時のロシア有数の工業が発達した街になった。 しかし1812年にはナポレオンのロシア侵攻でグジャーツクはほぼ完全に破壊されてしまった。1817年には戦後の再建のための新たな都市計画が作られたが資金難もあり再建は遅れナポレオン戦争以前の規模に復興するのに数十年を要した。また19世紀半ばにはモスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ鉄道が開業し貨物運送も 水運から鉄道に移ったため、グジャーツクの重要性は減少した。しかし20世紀初頭においても小舟を使った水運の需要はあり、1910年頃にはグジャーツクの人口は1万人を数えていた。10月革命に引き続き起こったロシア内戦で、グジャーツクは再び荒廃した。制度の多くが略奪を受けたり取り壊されたりした。また独ソ戦でも破壊され、 その後再建されたが19世紀までの面影が残る街並みはほとんど失われた。1961年にはユーリー・ガガーリンが宇宙飛行に成功し、その故郷であるグジャーツク周辺は脚光を浴びた。1968年にガガーリンが自己死すると、グジャーツク市民はガガーリンを減少して、使名を変更する運動を始めた。ソ連政府は、 ガガーリンの死後1ヶ月も経たない1968年4月23日、クジャーツクをガガーリン氏に改名することを決定した。その後ガガーリン記念館や記念碑も建てられている。今日、ガガーリン市は機械工業や繊維工業、農産物加工工場の立地する工業都市となっている。観光ではユーリーガガーリン記念館、歴史博物館のほか 18世紀から19世紀の聖堂建築、特に1900年に完成した精神所福音大聖堂が見どころになっている。ガガーリン市は欧州自動車道 E30 号線の一部となっているモスクワ・ミンスク間の高速道路 M1 及び同区間を走る鉄道が通っている。鉄道駅にはモスクワ、モジャイスク、ブヤ島からの近郊列車が停車する。ありがとうございます。